はい、こんにちは、かまきです。今回はね、4月1日ということで、毎月恒例、外厳選、何が出たかやっていきたいと思います。剣立ての方でね。まあね、今シーズンっていうか、3月はね、序盤めちゃくちゃ頑張った。うん、ほとんど序盤で完結した感はあるけど、3月20、そっからが、マジで何もやってない。もう、ライセンスらもやってない。やったのって言ったら3世代の色味厳選ぐらいしかやってなくて、まあなんでかっていうと、集まる動物の森、あいつが出たせいで全てが狂った。まあ前シーズンは前シーズンでランクマッチしかしなくて狂ったとか言ったけど、今回は集まる動物の森、あいつのせいで狂った。うんと、いやけん、全然できてないっちゃできてないよね。まあまあまあ、先月っていうか2月の色違い厳選よりかはちょっと増えたかなぐらい。うん、まあで、今回厳選したポケモン、まあ早速見ていきましょう。で、今回厳選したポケモンのメインは、図鑑埋めでやっていきましたね、今回は。しかもダブリが多いっていうね。うん。まあまあ、早速見ていきましょう。まあ、まず1匹目、サシカマス。はい、この子ですね。まあ、最速かな、全員。一応最速なんですけど、個体値はなんかバラバラ、微妙ですね、って感じ。うん。サシカマス A と B と C がいると。で、オス、メス、メス。うん。まあ、特に技入れんとかも何もしてない。使う予定もないんでね、まあ、適当に図鑑埋めで捕まえとこうと思って。で、サシカマスとカマスジを1匹ずつ作りたいなと思って、3匹目がなぜか出たっていうね。で、次、エルズン。僕、普通のストリンダーの、ハイ。ハイの姿の色違いを持ってて、まあまあ、普通のエレズンと、あと、ローの姿。ローの姿にするように一匹。臆病か、これは。それで作って、ローの色違いと普通のエレズンの色違い一匹ずつっていうことでね、図鑑埋めれるってことで。次、どうぞ。これは別になんか適当かな。あんまり嬉しくもなかったしね。まあまあ、すぐ出たんでね、この子は。まあ、アド、じゃあアドでした。で、次。非面化。個体値ゴミ。深親は適当にそこら辺で使われたやつを親にしたせいで、めちゃくちゃ雑魚。でも私らがっていうポケモンが私ね、好きなんで結構、ポケモンカードでも強いですしね。なんで、まあ、作ってよかったかなーって感じです。可愛いしね。でもドヒドイデの方が可愛い。で、次。ニャース。ニャース。ニャースニャイキング。ニャースニャイキングにしようと思って2匹作りましたね。ニャースはね、夢特性の鋼の精神で、レードバトルみんなで行くのが強いんですけど、夢特性のニャースを持っていなかったため、まあ、通常特性2匹になってしまったっていう感じですね。まあでも、片一目はシングルで使える特性なんでね。まあまあ、こいつは使っていこうかな。こいつをニャイキングにして、こいつはそのまま取っとこうかなって感じです。まあ、あんまり個体も、そこまで良かった。わけじゃないよね。いじっぱりでよかったんかな。育成論とか何も見てなかったけどさ、あ、この子はめっちゃいいやん。まあ、こいつはちょっと100レベルにせないかんかもしれない、使うの。で、次、ヘイガニ。これね、ヘイガニは僕、過去作で色違い作って、それを持ってきて、それを深親にして作りました。僕、昔、色厳選した時、ボール厳選とかほとんどしてないんですよ。ボールとか適当やったけどね。なので、リピートボールに入ってる親を使うしかないと。適応力のね、深親が、過去作で持ってるの、こいつしか、そいつしかいなかったんでね、リピボ個体。なんで、まあ、シャアなしリピボでやりましたって感じ。で、適応力。で、2匹目も適応力。まあ、これは、どっちも、シザリガーにするかなって感じ。1匹は素早さに振ったシザリガーで、もう1匹は普通に、HA とかの遅いシザリガー作ってみようかなって感じで2匹作りましたね。あんまり使う予定もないな。でも、シザリガーはランクマッチとかで相手しててうざいポケモンの1匹なんでね。まあ、ちょっと使ってみたいなって気持ちはあります。で、次、クスネ。はい、ゴミです。ゴミです。クイックボールで育ててるところからもうゴミ。最初の草むらで捕まえた、マジで序盤の序盤に捕まえたクスネを親にして、どんどんいい個体産ませてって、作った個体。全然割れんかった。マジでこいつは時間かかった。ふざけとった。なんで夢特性が何かも知りませんし、特にね、愛情もなかったんで、まあ適当に作ったって感じ。まあこいつはまあ、一応進化させるかな、図鑑埋めのために。まあ、欲しくなったらもう一匹作ればいいしねって感じ。まあ、欲しくなることはないやろうけどねって感じです。で、最後ここですね。まあ、最後ここら辺までやって、色違いのね、モチベがもうなかったんですよ。死にてえな、みたいな。なんかもうやる気ねえなってなってたんですけど、やる気ないならドヒドイデでも作ろうということで、ドヒドイデ。HP のね、やったっけこれ。
ずぶとい。ずぶとい HB ベース。ノーとひどいで。うん、まあ、しないけど。で、ひどいでのまま取っとくかな。わからん。ワンチャンとひどいでにするかも。で、次これ。あ、違う。イエスさんは違う。こっちか。で、ひどいで。これ、命の玉のアタッカーとひどいでですね。人手なしの、HC ブッパ。D に1振ったかな。うん。の、ドロポン、メノムショック、レッドビーム、たたり目。相手が独前提の立ち回りになるんですけど、まあ、活躍するときはする。でもね、今の環境ね、ジュアルドン、アーマーガー、ドリューズ、この3匹がね、めちゃくちゃ多いんで、まあまあ、ジュラルドンはそんなめちゃくちゃ多いわけじゃないけどね。まあ、鋼タイプの主要3匹がね、めちゃくちゃなんか生きってるんで、まあ、そいつらには強く出れないんで、あんまり。うん、そのためにエンニュート、また。今作はまだね、普通に卵で作ってないんですけど、これ、レードで出したやつなんですけど、作るのクソだるいんで。本当はこれね、陽気にしないと、ん？違う。臆病を最速にしないといけないんですけど、陽気になってますね。まあ、攻撃技入れてないし、いっかなーってことで。まあ本当はね、臆病にしていいことっていうのは攻撃技がなくても、臆病にして攻撃を加工補正入れていいことっては、のは、混乱した時の自傷ダメージが減るっていうのがね、うん、大きいんで、まあ、そっちの方がいいんですけど、なんかミント使うのもったいなかったんで、これでやってますね。で、こいつで、まあドリューズとかにも毒入れつつ、まあドリューズ以外ね、ドリューズにはもう勝てん。うん。ドリューズには勝てん。ワンパンされるし。助けにするべきなんかなと思ったけど。まあまあまあ、あれは先月ぐらいのやつなんでね。で、まあこいつがアタッカードひどいで。で、もう一匹ひどいで。これはもう干渉用かな。うん。一応夢特性じゃなかったんですけど、まあ干渉用のひどいでになるかなって感じです。まあ今月の出した命はこんだけ。うん。パルシェンは違うな、これ。多分先月のやつだと思う。このパルシェンは動画でも使った、壁張りの、HD の、HD の、巻き菱、毒菱、光風、光の壁、起点作成パルシェンですね。でも言うてこいつね、HD に振ったところで、耐久指数めちゃくちゃ上がるかって言われたらそこまでないんでね。それやったら普通に壁張りドラパとか使ったりとかした方がいいんかなとは思うけどね。ロズレイドとか使った方が。まあ今月出したのがこの、ここかな？うん。1,2,3,4,5,6,2,12 の15匹か。微妙やな。しかも今月、先月一回もレード？色違いレードを私やってないんですよ。まあ理由は、色違いレードをする時間がなかったってのと、まあやる気がなかったっていうの。他になんか欲しいポケモンがいなかったんですよね。一回巨大マックスカビゴン来たんですけど、その時ちょうど私、あつ森やってて、まあできなかったっていうのがあって、やってないっすね。やればよかったなーって今更思うんですけども、カビゴンの時代終わったよ。私。まあなんでかっていうと、この先月か。シーズン4か忘れたけど、3月中にやってたランクマッチで私はボロ負け。カビゴン使ってボロ負けしたんですよ。めちゃくちゃ負けたんですよ。まあ全部急所っていうね、まあ運ゲーっていうかなったんですけど、まあね、耐久こういう積みポケを使う上ではね、急所はまあ仕方ないんですけども、当たりすぎ。3回に1回ぐらい急所に当たったもん。まあ動画見たらわかると思う。そんぐらいひどかったんで、もうカビゴン使うのやめようってことで、はい、使うのやめました。もう引退です。まあこのカビゴンは別に巨大マックスでもなんでもない。多分、直帰か食べ残し持たせるカビゴンになるんかなと思うけどね。先月作ったやつ。ということで、今回こんだけしかおらん。まあまあまあ、動物の森頑張ったしね。まあ来月はランクマッチをメインやっていこうかなちょっと思ってます。まあ、色違いも出すけどね。図鑑はもう、夏までには全部埋めときたいなーってのあるんで、ガラル図鑑。けん、まあ、ぼちぼちやった感はあるけん。はい、ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。まあ、いつもね、長いけん、まあ、今日は短めにってことで、はい、終わりたいと思います。明日から多分ランクマッチの動画は上げていくかなってことなんで、よろしくお願いします。ということで、終わります。バイバイ。